今日、ヤン・マテイコがエルジュビエタ・カタジナ・オストログスカは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族女性、公女。名前は、ハルシュカとも呼ばれる。イリア・オストログス機構の一人娘として、その死後に生まれ、莫大な財産を相続したために、大勢の求婚者に追い回される悲劇的な生涯を、送った。1553年、エルジュビエタが13歳になると、 叔父のコンスタンティ・バシーリオストログスキコは、エルジョビエタの実母ベアタの反対を押し切って、彼女を、カーニュー、チェルカスイ、ジトーミルの代官を務めていたディミトリ・サングシュココーに、嫁がせた。しかし、間もなく、ディミトリは、国王ジグムント・アウグストに対して、ブレを働いたために、国外逃亡の必要に迫られたが、ヤロミエルで、マルチン・ズボロフスキに捕まって殺された。 1555年、彼女の後見人でもあった国王は、ハルシュカを、ポズナン県、カリシュ県、ウェンチサ県、ブジェシチクヤビ県の知事を歴任した、ウカシュグルカと再婚させようとした。しかしこの結婚は、シェミオン・オレルコビチスーツキコートの結婚を望むハルシュカと、その母ベアタの意に反したものであり、母子は抗議のためリビウのセイドミニク教会に逃亡した。 シェミオンコは古事記に身をやつして、リビウに現れ、1559年、ハルシュカと秘密結婚した。だが国王は、この秘密結婚を認めず、エルジュビエタに、グルカの元へ戻るよう命令を下した。教会は、国王が差し向けた兵士たちに包囲され、母子は引き渡されて、国王の命令に従うほかなくなった。エルジュビエタの母親ベアタはその後も長年にわたり、 シェミオン・オレルコビッチが死ぬまで娘とウカシュグルカとの結婚を解消させるよう働きかけを続けた。ベアタが死ぬと、エルジュビエタは法律上の夫グルカと共に社会事業に取り組むようになった。エルジュビエタは、グルカが死んだ1573年1月まで、この夫が所有するシャモトゥビの城で暮らした。彼女が三度目にカフとなると、叔父のコンスタンティ・バシーリは、 名の財産の一部を自分の息子であるヤヌシ主に譲らせた。エルジュビエタは1582年、精神に異常をきたした状態で死去した。43歳だった。ありがとうございます。